人じゃなくても大丈夫です。私もともと一人なんですよ。やばくない？もともと一人なんだけど今ね二人、どっちも二人なんですけど、もう生まれた頃は一人で、それで高校に入ってみんな二人で、なんでって思って、なんでみんな二人なの、可愛いんだけどみたいな感じで、で絆創膏で食い込ませて、それを朝学校行く前につけて、夜お風呂入る前に取って、6ヶ月繰り返したら高校1年生の半年の間で2人になりました。すごくない？2人になりました。これは私の努力の賜物でしょうね。整形じゃないよ。こっちが2人でこっちが1人だった。でも広がった。